はい。記憶力の訓練はどうだ？アドラーから聞く限りじゃ成功です。ベルはベトナムで情報を見つけたことを覚えていて、もうすぐ解読できます。役立つ情報か？いくつかの名前は役立ちそうです。パークが点と点をつないでいます。時間がない。チームにはまだ知られていないか、ベルリンで起きたのこと。はい。だがベルから出た名前とつながればすぐに気づくでしょう。君がそれを防いでくれ。必要以上のことは言うんじゃないぞ。それは心得ていますよ。ベルがダナンで知った名前の分析が終わったわ。特に目立つのが一人いる。アントン・ボルト。東ベルリンで活動するロシアの武器商人。正直ペルセウスと関係があるとは驚きね。命令はボルコフの捕獲または殺害だ。ペルセウスに近づけないなら手下を狙う。手駒を奪って奴を表に引きずり出す。メイソンとウッズはキエフで仕上げに取り掛かっている。ボルコフは俺たちだけでやるぞ。用意できたら出発だ。それじゃあ、ウッズとメイソンがこの件の担当だ。フードニクはウズベキスタン山中のソビエトの基地に潜伏している。そこまで僻地じゃない。近くに降下して挨拶してやろうぜ。ペルセウスの金魚の糞を仕留めるんだ。来たんだ。ルードニクがあの基地にいるといいが。司令部は自信満々だったな。電波塔を吹き飛ばして騒ぎを起こしてやればいるかどうか分かるだろう。よし、下ろしてくれ。かくれんぼを始めるぞ。いいぞ、位置についた。ダジャ、航空便はいつでも届けられる。必要なのは住所だけだ。早速電波塔をマークしてくれ。遠方の山に立っているのが電波塔だ。座標をそちらに送る。了解、発送完了だ。
遅れてや。ルードリックを排除した。死亡の証拠が必要だ。待ってるよ。